今回はケンタウルスオオカブトのマット交換を行います。この幼虫は2015年に購入した野外品の子供になります。親オスです。あまり産まない印象がある本種ですが、ちゃんと産んでくれました。こんな感じでブリードしていたものがついに産霊幼虫になり、おそらく今回が最終交換です。感慨深いものがありますね。早速ひっくり返します。産霊中期から後期くらいの幼虫が出てきました。オスですが、頭が小さく腹部が大きい不思議な形をしています。体重を測ってみます。60グラムありました。本種の飼育はこれが初めてなので大きいのかわかりませんが、肉付きを見るになかなかいい感じに育っていると思います。今まで入れていたマットの状態が良いので、ふるいをかけて糞を取り除きます。それを月夜のキノコ園完熟マットと混ぜ合わせたものをダイソーパン屋さんに入れます。強く押し固めず、軽くトントンと鳴らす程度で大丈夫です。幼虫を投入します。オスの幼虫はパン屋さんに1頭ずつ、メスの幼虫はパン屋さんに2頭ずつ入れて飼育します。全12頭の交換が完了しました。オスが8頭、メスが4頭のようなので、オスに偏り気味です。野外品と比べて飼育品の方が産卵等もさせやすいと思うので、うまく成虫で4ペア作れるよう祈ります。みんなも飼育してみてね。